残堀川は東京都を流れる玉川水系の一級河川である。狭山川下両生丹付近にある狭山池に源を発し、立川断層に沿って南東に流れ、武蔵村山市の旧日産村山工場の敷地に突き当たってから南に流れを変える。ここから下流は稼働付け替え工事による人口の流路である。立川市一番町付近で玉川上水を乗り越え、 国営昭和記念公園の西辺に沿いながら、秋島市に入る。東向きに曲がって、同公園の敷地に入り、立川市域に再び入る。公園内で再び南に向きを変え、立川市富士見町三丁目でほぼ直角に曲がり、立川市、芝崎町で玉川に合流する。地形は、鞘山が丘両と、立川が桂線を越える部分を除いて、ほぼ平坦である。 元々は、佐山川丘漁の小河川の水を集めて南東に流れ、矢川に注いでいたと考えられている。江戸期より何度となく流浪変更が行われた河川であった。1654年玉川上水開通の際に、つなげられ、さらに孤立していた佐山池まで掘り割りでつなげた。明治期に入り水質悪化が進んだため、 浄水への影響を嫌って1893年から1908年にかけて工事が施され、浄水を伏せ越して、立川市、富士見町まで導いた上で立川掛け線下の根川は、軽油で玉川に流入させる形となり、浄水から切り離された。1963年には、氾濫対策と合わせて逆に、玉川浄水が残堀川をくぐる形に変更し、 1982年、残堀川流域整備計画が策定され、その計画に沿って河川改修工事が施行された。しかしそれ以降は年間を通じて高雨時及びその直後を除くと水流のほとんど見られない、せぎれを頻繁に起こすようになり、場所によってはその名のごとく堀だけが残る川となってしまった。理由としては水源である、 狭山池自体の流出量減少に加えて、都市化による雨水の浸透の減少、下水道の普及による河川への排水の減少なども原因の一因ではないかと考えられたが、一定時期を境に河川のせぎれが起こったことを考慮すると、氷層を流れていた稼働を河川改修工事により、歴層まで掘り下げたため、復流しやすくなった工事のずさんさが、 一番の原因だと考えられる。上流部は2000年代前半までに直線化されたり、拡幅され整備されている。その後の2007年6月東京都は不等水槽の設置等のせぎれ対策を含んだ河川整備計画を発表した。ほとんど水が流れていない富士見橋付近、昭和用水流入で水がある最下流の立川橋付近上流より、ありがとうございます。